パリ祭り、パリ祭は、フランスで7月14日に設けられている、フランス共和国の成立を祝う日、である。1789年同日に発生し、フランス革命の発端となったバスチーユ韓国襲撃、及び、この事件の1周年を記念して、翌年1790年に行われた楽器源となっている。フランスでは、正式には、フェトナスヨナル。 フランセーズ、フランス国民祭、または国祭りである。しばしば、または、ル・ジューヨン・ジュリエットと表記し、ル・カトルズ・ジュイエあるいは監詞を外して単に、カトルズ・ジュイエとぶ。したがって、パリ祭は日本だけの呼び名である。これは、ル・ネクレール監督の映画が、放題、パリ祭として公開されヒットしたためで、放題を考案したのは、この映画を輸入し配給した東和商事社長側、 来た長政たちである。読み方について、今日では、パリ祭が一般的だが、長政の妻、賢しは、名付けたものの気持ちとしては、パリ祭りでしたとっている。当時の観客の大半も、パリ祭りと呼んでいたという。小木正弘も、また、私の感覚では、これは、どうあっても、パリ祭、りだと述べている。パリサイパリサイは、多くの、祭事期の夏の季語となっている。 また、英語圏では、バスティーユ襲撃の歴史を重視して、バスティーユデーという。7月14日には、フランス各地で1日中花火が打ち上げられる。また慣例として、消防士は、ダンスチームを組んで市民に披露する。午前中には、パリで、軍事パレードが開催され、フランス大統領の出席のもとシャンゼリゼ通りから、コンコルド広場までを更新する。パレードは、 エコールポリテクニック3シール陸軍士官学校フランス海軍兵学校の生徒による更新で幕を開け不評部隊機械化部隊が登場するフランス空軍のアクロバット飛行チームであるパトルイウドフランスも演技飛行を行う近年においてはフランスの同盟国の要人を招待することが慣例となっている2004年にはの100周年を記念して 英軍の核部隊がシャンゼリゼを更新し、英空軍のレッドアローズが演技飛行を行った。2008年には PKO 部隊もパレード参加した。2014年には第一次世界大戦開戦100年として参戦した約80カ国が招待された。パレードにはフランス共和国新英隊及びパリ消防公平旅団、フランス国家警察も参加する。 更新の最後尾は常に、フランス外人部隊が、勤め、正規軍の120歩、フンに比べ、外人部隊では88歩、フンと襲い、沿道からは大きな歓声が浴びせられる。その後、フランス共和国大統領の演説が行われる。パレード終了後には、エリゼ宮殿において茶会が催される。パリ祭り当日にはツールドフランスが開催されており、 フランス出身選手はこの日のレースを特別視して勝利を収めようとすることが多い。1789年5月5日、ルイ16世は三部会を召集し、彼らの不満に耳を傾けようとした。平民を代表する第三身分の議員は三部会を放棄して国民議会を打ち立てることを決する。6月20日、第三身分の議員は 救議場の誓いを行った。これは憲法が制定されるまで解散しないことを誓い合った。もので彼らが集まったホールがジュドポームに多用された後に、ちなんで名付けられた。彼らを支持するため、パリの人々はバスティーユを襲撃した。バスティーユは王の恣意的な抗禁令状によって拘束された人々の刑務所で、特に著作が、 政政府のの気分をを害したなどの政治犯をたする、ことで知られていた。このようにバスティーユは君主専制政治の象徴だったのである。包囲の段階で収容されていたのは7人だけであった。実際的な抵抗行為としてより結集と反乱の象徴としてバスティーユ襲撃はより重要な意味を持つ。フランスの歴史における重要性にかかわらず、 勇敢なフランスの愛国者がバスティーユを襲、抑圧された民衆を何百人も解放するという典型的イメージは湧き起こらないのである。しかしすぐに民衆は報復の脅威に対する準備を思いついた。革命家を解放するといった伝説に反し、政治とは無関係な犯罪者などを少数収容していただけのバスティーユを襲撃したのはもともとは ベルサイユからパリに移動してきた王の軍隊が市民を襲うか知れないという危機感によってバスティーユの武器弾薬を入手しようとしたことがきっかけだった。バスティーユ襲撃から間もなくの8月26日、人間と市民の権利の宣言が採択されるのである。1790年7月14日に行われた全国連盟祭は革命政府によって行われた大規模な国家式典であった。 当時のフランスではこの式典がフランス革命を締めくくるものとして受け止められていた。イベントは当時パリ郊外に位置していたシャンド・マルズで開催された。この土地はパリ市民によって義勇兵の宿舎として利用されており、祭典はオータン主教タレーランの祝辞に始まった。国民軍の司令官であるラファイエット及びルイ16世が憲法に対する忠を誓った。 1878年6月30日、公式決定により、共和国を称える祝祭が開かれた。その様子は、クロード・モネの絵に記録されている。翌1879年7月14日、改めて準公式に祝祭が開かれた。この時の祝祭で、ロンシャンでは、越平式、カインでは、レオン・ガンベタ、プレカトランでは、ルイブラント・ビクトリュー号との共和国祝祭が、 行われた。16日のフィガロ紙にあるように、フランス中で人々はバスティーユの栄光を心から祝したのである。1880年5月21日、ベンジャマン・ラスパイユは7月14日を年一度の祭日とする法案を提出する。5月21日、ついで6月8日、会員は法案を可決する。上院は6月27日。 二十九日に承認する。千七八九年八月四日のアンシャンデジーム崩壊を祝う案に対し、七月十四日案が採択されたのである。法律は千八八十年七月六日交付され、内務省は各知事に地域の予算が許す限りの輝きを持って賛美するよう勧告した。事実、千八八十年の震災日の祝賀は、 素晴らしいものになった。1880年6月29日に上院議長アンリ・マルタンによって行われた演説。1939年9月に勃発した第二次世界大戦においてフランスがドイツ軍に占領され、新独政権であるビシー政権ができたためにイギリスに亡命したシャルル・ド・ゴールと自由フランス軍は、 1940年から1944年までの記念式典を亡命先のロンドンで行った。祝祭から199年を経た1989年、政府はバスティーユ襲撃から200年を経たフランス革命200年記念を歌い、ミッテラン大統領が記念行事に世界各国首脳を招待した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。